こんばんは。これが私の日本語の発表です。私の発表は私の部屋についてです。だから、これが私の部屋です。いらっしゃい。まず、これ私の本棚です。たくさん本があります。子供の時、本が好きな趣味でした。けど、学校で本がを読むことが宿題に なりました。だから本を読むことがつまらなくなりました。これは私の漫画です。漫画でこの漫画しか読みます。この漫画がケース・クローズというそれとも日本語で名探偵コナンというこの本にこの名探偵コナンを5冊買いました。日本を 練習したければ、メタンテコネを読みますこれは、私のボクシングのグラブです。ボクシングをすることが大好きです。一年間ぐらいします。変ンにいるので、ボクシングがしてはダメです。とても悲しいです。 これは私の馬の頭です。日本の春塾に買いました。そしてこのビールをメキシコのレストランにもらいました。ただでした。これは私の机です。私の机はたくさんものが上にあります。これは私の。 レグズです。Uh, 7年間ぐらいレグズをしたことがない。Uh, そして、uh, コロナで、uh, 検疫をしているので、レグズをまた、uh, 作ってみたかった。Uh, 私の学校の紙、uh, です。Uh, とてもめちゃくちゃなので、 明日日本語のクラスの後であフォルダにあいるつもりです。ヌードの床があります。いつもヌードのものが好きなので、あ田中さん、これをもらいました。それともあ買いました。1階にコミックスの床があります。 好きなコミックスは、バットマンとウォッチマンです。Um, でも、uh, 私の一番好きなコミックスは、uh, スコット・ピルグラムです。Uh, 皆は、uh, これを読むべきです。これは、uh, コープルと、uh, あの彼女の、uh, 悪の前剣についてです。Uh, これは彼女の手紙です。ああロンドンに旅行しながらこのポストカードをあ買いました。あのちゃのところあにあ買いました。最後はあこの絵ですあ。日本のホームステイをしながらあこの絵をもらいました。終わりにすべてのアメリカ人の生徒がこれを あもらいましたあこれの読み方あ知らないけどとても美しいと思います。あこれは私とあホストファミリーのお母さんとホストファミリーの姉さんです。